娘とね、3歳、1歳ですよ、もう2人ね。娘と、おこの間お風呂、まあ入るってなって、え3人でね。はいはいはい。で、娘たちの服を脱がせ。えお風呂入って。うでもやっぱすぐもう湯船に入りたがるの、子供って。まあ、体洗いたがらない。そう、体も頭なんてもうめちゃくちゃ洗いたくないから。いや、え、えー、みたいな。いや、もう今日入ったけど。あた、洗ったけど、みたいな。 あからさまな嘘をつくね。もう上の子とか、頭ね、洗わないと、いや、え今日洗ったよそんなテンションいそのテンション。ガチ嘘のテンション。ガチ嘘のテンションついてくるの、子供は。いやいや、ダメダメなんて言いながら、バーってさ、もう、もう、ぐずり出さないうちにバーって洗って、で、バーって湯船こう入って、みんなで。で、湯船入ったら、上の子が、 メルちゃんも入れてあげようよって。メルちゃんってその人形、赤ちゃんみたいな女の子のさ、人形、いろいろこう着せ替えできたりね。いろんなこうなんかスーパーとか家とかさ、前も言ったかな、ここでいろいろこう、付属品がね、いろいろあるね。ああ、なるほどね。オプションがね。メルちゃんを入れてあげようよって言い出して。それはもう、めんどくさい。いちいち取り行くの。メルちゃんもさ。 正直、そんな。そうだね。寒いし。もうお風呂出て、で、娘たちの部屋にいるから、メルちゃんはさ、え、いや、メルちゃんはさ、まあまた、今度メルちゃん入ったんじゃないもうお風呂。俺も、もういいんじゃないかなみたいな。って言っても、もう、もうなんかうになってきちゃった。へぇー。あガダガダだつって、もう、ばーつってメルちゃんをさ、裸の沢ちゃんがさ、 めっちゃ、めっちゃ、んちゃ、めっちゃ、めっちゃ驚いた。なっちゃ驚いたかった。めっちゃ驚いてたかな裸の沢ちゃんみたい。裸の、びしょびしょの沢ちゃんがさ、鳥行ってさ、で、わーって行って、娘に、はいって渡して、で、もう娘はもうすぐこう入れんの。ああ、びしゃって。びしゃンんって入れたら、メルちゃん、俺、だから、ああいうのあんだね。髪の毛が、ピンク色になるのね。ああ、そう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 。そう。 だって、なんかお風呂も一緒に入れるやつだもんね。なんかそうなんだね。俺は全然さ、お風呂入れちゃダメなのかぐらいに思ってたあんだよ、なんかさ、あの、戦隊物とかのさ、あの、間の CM とかでメルちゃんああるから、見んだけど、なんかお風呂入れるんだよね。戦隊物を見てんのそう見てるよ。間でね、流れてるね、確かにね。でも、ま、ピンクになるんだね。俺も最初、最初びっくりしてさ、なんかゆえ、なんか、 ええ大丈夫大丈夫なんか変な、え変な、なんか成分、なんか、黒に染み出てこないかなみたいな。こういう大丈夫こういう大丈夫なんか、お湯ピンク色になってないみたいな。ちょっと怖くなったけど。基礎溶け出したけど。なんか。ああ、でもまあ、こういうやつなのか、って。いや、ピンク色なんだよ、みたいなさ、娘ってるかああ、そうなのか、で、最初は、そのメルちゃんを一緒に。 お風呂気持ちいいね、みたいな遊び方してんのよ。娘は。上の子。で、え、だんだんこの、メルちゃんに、え、こう、コップ、ちっちゃいなんかコップみたいのもさ、お風呂でこう、ちょっとお湯水遊びする時に、なんか置いてあるの、お風呂のコップとか。で、そのコップでメルちゃんにちょっと、はい、え、お茶ですよ、みたいな。ちょっと飲み物あげる、みたいな遊びしてで、だんだん他になんかやることなくなってきたのか。パパこれ持ってて、っつって。なんか、ビート版、だっけプールで使うやつ。 あれそれそわかんなくなくっち <laughs> ゃうビート版あるじゃん。ビート版の材質あるじゃん。ビート版の発泡スチロール的な,ルな,な材質でできてる、うんえー、このカニとか、うん、タコ。 魚とか、あんなんあるでしょで、お風呂の壁にも、ペタンって貼り付くみたいな。ある,あるあるある。あるでしょうん。<ー>それをこう持ち出してさ、パパこれ持ってて、その、カニ、タコ<ー>、イルカとか、<ー>なんか、エビとか、あるあるね、そこら辺をパパ持ってて、つって、渡されて、うん、違うよ、これ、こ,こうやって、お湯の中入れて、つって、うん、えみたいな。お湯の中にその、それを、俺がお湯のこの中、下に、それをも持たされて、うん したら、メルちゃんが、それめがけて、飛び込んでくんの。娘が、メルちゃんを操作して、ジャボーンつって、バーって潜って、タコとか捕まえて、上がってくの。メルちゃんがさ、そう、まさんになったの、メルちゃんが。甘ちゃんになった。甘ちゃんになった。いや、甘ちゃんじゃない。甘ちゃんじゃない。甘ちゃんになってる。メルちゃんがまちゃんあまちゃんになったいやちゃんじゃない甘ちゃんじゃないちゃんになってるメルちゃんがまちゃんに すごいね。ただもうなんかさ、つもぐりで、全裸の、全裸のメルちゃんがさ、つもぐりで、タコ取ってさ、うわやーって上がってくんだけど、もう、すごいね、ほんとやっぱ髪もピンクだからさ、もうなんか、パンクな甘さんの感じに見えてくる。なんか、すごい。もともと x ジャパンのおかげやってて、今甘さんやってますみたいな、人に見えてくんのよ、なんか。 エクスジャパンのなんか遠くのこの座と行った時に、食べた柿、柿がすごい美味しくて、今甘さんやってますよ。すごいだな。人に見えてきてさ、だんだん。それでまた潜っては、また取って出てきて、で、また潜っては取って、みたいな。で、こう、なんか、なんか、イルカとかかなイルカを、イルカを素潜りで捕まえて出てきて、で、バシャンってもう水中全部さ、体を全部出してバシャンってあげたの、メルちゃんを。そしたら、 ずに穴入ってんの、メルちゃんって。あれ人形、穴。うん。そこから、うん。水が入って、あげたから、うん。そこから水が、ジョボ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 って出てくるの。うん。そしたらもう子供はさ、うん。ああ、おしっこだってなんの。うわうわ、おしっこだみたいな。うん。メルちゃんはしっかしてるつって。でもそれをもう何回もやんの。うん。また潜って、カニ取って、ジョボ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 って。 ウレションみたいなおしっこ髪取ったと、ちょぼ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 、みたいなのを延々やってさ、ね、うん、そう。で、だんだんもう、トイレ行かせてあげようよ、みたいなこと言い出して、うん、で、今度は、またそのなんかね、ビート版みたいな材質で、できてる、バイキンマン、があんのよ。バイキンマン結構ね、この直径20センチぐらいの、でかいね。バイキンマンの顔。 で、口、わーって開けてんだけど、バイキンマンが。その口はもう、くり抜いてあるみたいな。はいはいはい。口の形にもう、くり抜いてあって。そこはもう、開いてんのよ、スカスカ。本来、そこに食べ物のおもちゃを入れて、バイキンマンが食べちゃってますみたいなおもちゃなんだけど、そのバイキンマンをもうトイレにして、そのバイキンマンの口に、おしっこを、ちょま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 って入れるみたいな。そこをもうトイレにしちゃったから、うちの娘は。バイキンマンだね。 まさに。まさに。バイキン。潜っては出て、ジョバジョバジョバってバイキンマンが笑顔で押し込んでる。もう遊びをしだしてさ、うわすごいね、つって。で、それをずっとやってからさ、下の子とちょっと遊び出したの、俺。下の子となんか、コップでお水こうやって、なんかジャバジャバかけ合ったりとか、なんか遊んでて。 で、なんか、そっちの、おしっこ遊びくだりが、なんかもう、あれ、なんか、ジャバジャバこう上げたり下げたりやってないなぁと思って、パッって見たら、うんうん、そう、メルちゃんが、はい、もうメルちゃんで遊んでなかったんだけど、娘は。うん、メルちゃんがもう、浮いてんの、水中で。うん、あの、この、わかるかな、うん、普通に横にしてね、うん、寝っ転がってる状態なら、まあうう、浮くのはわかる。まあ、そうだね。でも、メルちゃんやっぱ頭が一番でかくてさ、浮、うん、力があんのかわかんないけど、うん、もう、 水中でこう直立で浮いてんの。<laughs> 頭が、ね、頭、がわーってもう浮いてんだよ。うんうん、うわーって俺もうすげえ、<laughs> すげえ怖くて。うん、直立不動で水中で浮いてるメルちゃんが。ねうん、ちょ、っとちょっとほら、浮いてるよーっ,てってさ、長女に言って。うん、うわーほんとだみたいな。うん、でなんかもう、ピンクの髪でさ、うん、直立不動で。 ふわーってこう。ふわーって。水面を。水面をこう、わーって浮遊してんだよ、なんか。だからもうそれもまたなんか能力者、X メンのさ、なんか、わかんない。髪がピンクでなんかわかんないけどさ、能力者でいそうじゃない。うわーって浮いてるのさ、能力者みたいだねーってなんか俺も言さ、ってをさ、うわて娘るのを真似すんいの能力者みたい全部真似すんだよ。で、その能力者みたいなメルちゃんを、娘がもう、 その直立不動のまま垂直にこの上にジャバーンって持ち上げるの水中から、うんうん、でこの水中から出る感じもさ、うん、頭からこうババ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 みたいな出てくんのかなんかかっこいいんでその、うん、なんかフリーザがさこうボカバカバ,バってやられて水中に叩きつけられて落とされてさ,されて、うん、でも無傷で何,何も聞かなかった <laughs> 何も聞,か聞きませんよみたいな、うんうん で、ふじべしゃわじゃん。終わりですかみたいな感じに見えんの、メルちゃんが。で、そのままブワって上がって、そう。で、ブあって上がりきったらまた、おしっこ、ジャバン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 つって、もう、その能力者が能力と引き換えにもう、おしっこ漏らしちゃう。やつ、反動があんだよ。反動で、おしっこ漏らしちゃうやつみたいな感反動でおしっこ漏らしちゃうやつみたいな。 能力の反動でおしっこ漏らしちゃうやつじゃんって俺が言ったらもう娘もああ、うんあ。能力の反動でおしっこ漏らしちゃうやつっ,つってそれも真似して言ってそう。能力の反動でおしっこ漏らしちゃうメルちゃんが誕生した話でした。楽しいお風呂も楽しいねうい。